どこへ消えたの青い鳥、僕の胸は。皆さんこんにちは、ザ・フルーツです。はい、この物語ですね、1970年、GS ブームが下火になった頃から始まるんですね。そうですね、この時代は流行り廃りが激しくてですね、これ GS の後にはフルーツが流行るんですね。1972年にはユーミンが登場したんですね。そこからニューミュージックがこう流行っていくわけなんですが、今回のお芝居はですね、我々の生演奏はもちろんのこと、この急激に変化していった当時の音楽シーンが面白おかしく描かれているんです。時代の波に乗るか反るかですね。ザ・フルーツの運命愛。